廃墟の館。俺の親戚の話。一昨年の夏、親戚が俺の住む地方に友達6人で旅行に行きました。親戚とその友達は移動中怖い話で盛り上がっていたらしく、会うや否やノリノリで、ここら辺で心霊スポットとかはないかって聞いてきました。そこで俺は、地元の人間だったらほとんど近寄ることがない廃墟の館を紹介しました。そこは夏の間ヤンキーの溜まり場にもなるので、霊体験とは無縁だと思ったからです。夜までは俺も親戚とその友達と花火をしたり遊んでいましたが、夜中の1時を回った頃、いよいよ出発することになりました。俺は子供の頃、親に冗談半分で連れて行かれて、吐き気やめまい、それと寒気などに襲われた経験があるため断りました。ここからは聞いた話になります。森の中にあるその廃墟に続く道路には、当然のように明かりなどはなく、ノリノリだったテンションが一気に下がってしまうほど真っ暗だったそうです。でも事前に、ヤンキーとかいるかもよ、という俺の話を聞いて、向こうにはきっと、俺たち以外にも人がいるだろう、ということで、引き返すことなく現場に到着。ですがそこにはヤンキーの影はなく、ただただ静寂だけがあったとのこと。田舎ですから、月明かりが明るいはずなんですけど、森に覆われてしまっていて、その月明かりも頼りにはならない。そこで車のエンジンをかけっぱなしにして、ライトをつけておくことにしました。でもそんな状況下では、さすがに怖くなって、もう帰ろうよ、という人もいたようです。そんなちょっとしたパニックの中で親戚は、どうも妙にテンションが上がってしまったらしく、女の子にいいところを見せようという気持ちも相まって、その廃墟の中に入ることを決めたそうです。結局中に入ったのは男二人だけで、残りの4人は外で待っていることに。その廃墟は2階半のかなり立派な作りで、2階にはバルコニーもありました。最初はビビりまくっていた親戚も、持ってきた懐中電灯で照らしながら進むにつれ、その空気にも慣れてきたらしく、どんどん進んでいったようです。中にはヤンキーの溜まり場らしく、当て字の漢字の落書きや、下手くそなドラえもんが至るところに書いてあって、それも恐怖心を紛らわせてくれたとのことです。で、ほぼ廃墟の中を見終わって、バルコニーに出て、外の友達におちゃらけながら、何も出なかったよ、とか、そんなことを言ったそうです。でも車のライトが眩しかったのと、車のエンジン音がうるさかったため、外の友達のリアクションは、全然わからなかったみたいです。外に出て、〇〇くんすごい、勇気あるとか、賛美されることを期待していた親戚を待っていたのは、うつむいて泣きそうになっている女友達3人と、顔面蒼白になって慌てている男友達でした。その異常な雰囲気を察した親戚は、何かあったの?と聞いてみると、外で待っていた男友達は、こう答えたそうです。お前たちが、そこのバルコニーで、こっちに向かって手を振っているとき、その後ろに、
白くぼんやりと光っている女の人が立っていたんだよ。その話を聞いた途端、車のエンジンがボンと音を立てて落ちてしまって、月明かりすら入っていないその廃墟の前は、親戚たちの叫び声だけが響いていたそうです。パニックになりながらも、全員が車の中に逃げ込んでエンジンをかけようとします。でも当然のようにエンジンはかからず、みんな体育座りのような姿勢で震えながら、ごめんなさいやすいませんを口々に連呼していたとのこと。それから5分くらい経った後、今度は何もしていないのにエンジンがかかったそうです。そしてそのまま謝るというよりは叫びながら車を発進させ逃げ帰ってきたんです。工場の裏。小学生の頃、通学に使っていた道は、途中に錆びれたマネキン工場があり、あとはそのずっと先に駄菓子屋が一軒あるだけの田舎道だった。民家は田んぼの向こうに点在するのが見えるだけ。マネキン工場はすでに廃工場だったらしく、人が働いている姿を見た記憶はない。封鎖された敷地の奥にはバラバラになったマネキンの残骸が積んであり、それが金網越しにも見える。その様は面白くもあり、不気味でもあった。工場の敷地を幅が広い側溝が取り囲んでいて、ひどい悪臭を放っている。濁り、ヘドロ状になった水、無造作に捨てられた大量のゴミ。ある日寄り道をして、いつもは行かない工場の裏手に回ってみた。側溝のひどいありさまは道路の方をはるかに上回っている。そこでゴミに混じって半身を浮かせた女性のマネキンを見つけた。白く整ったその顔立ちは、吐きだめにつるといった風情。引き上げて友達連中が集まるたまり場に持っていけばヒーローになることができるとは思ったが、水があまりに汚いし場所も遠いので諦めた。他の奴がヒーローになったら嫌なんで、この発見は誰にも教えじまい。それからしばらくはその人形の様子を確認しに行くのが日課となった。けれど悲しいことに、彼女が日に日に朽ちていくのがわかる。数日も経つと白い肌は薄汚れて変色し、見る影もなくなってきた。やがて豊かな頭髪は抜け落ちてまばらに。艶を失った肌は黒くボコボコ。ネズミにかじられたらしき悲惨な跡すら見える。諸行無常、すっかり興味を失ってしまった。最後に見た時には水面を覆い尽くすゴミに埋もれて、透明度ゼロの汚水に大部分が沈んでしまっていた。かろうじて水面に覗いていた部分も水を吸って醜く膨らんでいる。それはもうただのゴミだった。結構日が過ぎてからもう一度見に行った。けれど、もう彼女の姿はそこにはなかった。やがて小学校を卒業すると、その道を通ることすらなくなった。高校三年生の夏休み、気まぐれに
思い出の場所を自転車で回った。あの場所にも行った。景色は一変している。田んぼは潰されて住宅が立ち並び、工場跡は駐車場になっている。マネキンのことを思い出して考えに浸る。ふと気がついた。怖い考え。プラスチックがあんな朽ち方をするんだろうか。危険な場所。霊感が非常に強い友人に尋ねてみたんだ。すると友人は言う。そうだな。幽霊が見えるかどうかはわからないけど、最も危険なのは、某温泉街にある、廃ホテルとか旅館かな。俺なんか、昼間でも近づきたくないよ。確かに、某温泉街には、この不景気で潰れたホテルや旅館が多く残っている。昼間であっても、それはある意味、とても不気味に見える。確かに、かつてはお客さんで賑やかだったであろう、その大きな建物には、今は人の影すら見えず、昼間でも暗い建物の内部に、それこそ、どんな魑魅魍魎がいたとしても、全然不思議ではない。実際、目撃談も多い。窓から誰かが見ているといったポピュラーなものから、大きな手が屋上から伸びているのを見た人もいる。また、夜に近くを通ると、ぼーっとした明かりが建物の中を動き回っているのを見たという報告も多い。それこそ、怪奇現象のデパート状態である。そしてそれは、いずれの廃旅館でも同じような状態であるらしい。実際俺も、廃旅館の周りを探検したことがあって、その時はかなり怖い体験をした。廃墟に行くと、心霊現象がたくさん目撃されているけど、あれは霊の影響で廃墟になったわけではなく、廃墟と化してしまったその場所が、霊たちにとって、人間たちが訪れない安住の地として好まれているから。だから、生きている人間が居心地よく過ごせるようにと建てられた温泉街や、そのホテルなんかは、霊たちからすれば、願ってもない理想の根城になっているはず。そんな場所に、生きている人間が入り込んでしまったら、もう生きて戻れないというのが、容易に想像できるだろうか。子供の頃の体験。今から10年前、当時小学校3年生だった俺は、仲のいい友達の家に遊びに行った。その友達の家は農家で、町から少し外れたところにあった。俺を含めて4人、自転車で行くことにした。以後、俺、A、B、C とします。家に着いて友達が迎えてくれた。この友達を以後 D とします。着いてすぐ当時よくやっていたセガサターンで遊んでいた。セガサターンにも飽きてきた頃、D が実は近くにヤバそうな廃墟があるんだよねと突然言い出しました。当時、心霊系にめちゃくちゃ興味があった俺たちは、セガサターンで遊ぶのをやめて
話を聞いた。まだ小学校3年生だったんで、今まで肝試しをしたことはなかった。テンションが上がった俺は、これは行くしかないだろう。当然みんな賛成。自転車で向かった。廃墟までは自転車で10分。廃墟までにはいくつかの難所がある。身代わり地蔵が5体並んでいるとか、工場のため池みたいなところがあって、そこでは事故が多発していて、常に花が置いてあるとか。みんなテンションがおかしかったから、猛スピードで廃墟に着いた。着いて間もなく、血の気が引いた。A と C は、すぐ帰りたがった。D が、とりあえず入ろうと言う。俺と B は賛成。A と C も、しぶしぶ賛成して入ることに。ドアを開けた。ギーッと、映画のような効果音がしたと同時に、生暖かい空気を感じた。意外な広さにビビりながら、周りを見た。みんな固まって歩いた。俺は最後尾で、D と B が先頭で、まず台所のようなところに向かった。そこは、ごく普通だった。続いてリビングに行くと、それまで静かだった B が足を止めた。リビングに入ろうとしない。何これ?足が動かない。他のみんなはリビングに入っている。B からは涙がこぼれている。しかもその涙は自然に出ている感じ。それを見て、ただごとではないと思い、部屋を出て B を掴んだ瞬間、大きな音が家中になった。その音は、昔の空襲警報みたいなサイレンっぽい音で、みんな条件反射でしゃがんだ。誰かが、台所!と、かすかに叫んでいるのが聞こえて、台所の方を見ると、男が立っている。白衣らしきものを着て、後ろを向いている。みんな耳を押さえながら、そいつに釘付け。その男はゆっくり振り返って、ポケットに手を入れて、無表情でこちらに向かってきた。無我夢中で、玄関まで走った。動けなかった B も走っていた。玄関に走り着いたが、ドアが開かない。やばいよこれ。もう号泣。その時サイレンが止んだ。サイレンは止んだが、足音が聞こえている。振り返ると、白衣の男が目の前にいた。みんな凍りついて立ち尽くしていた。D だけがドアを開けようとしていた。白衣の男は奇声を上げるように笑い始めた。それと同時にまたサイレンが鳴り出した。その時ドアが突然開いて、みんな、なだれるように外に出た。自転車に飛び乗って逃げた。逃げながら、後ろを見てみると、ドアが静かに閉まっていくのが見えた。自転車で友達の家に逃げ着いて、友達のお母さんに訳を話したら、すごく叱られた。そのお母さんも、その廃墟のことを知っていた。
この体験が最初にして一番強烈な体験でした。武勇伝。俺は実家で一人暮らしで引きこもりをやっている。俺が二十歳前後の頃、両親が相次いで亡くなって、それ以来もう16年になる。話はこの間の金曜日の深夜2時ぐらいに起きた。2階の俺の部屋でパソコンを触っていると、窓の外から屋根を踏むような音がした。猫が時々来ることもあるけど、その時の音はもっと重たい感じだった。まさか泥棒かと怖くなったのだが、マグライトを握って窓を開けて同時に点灯した。うわ。うちは両親が亡くなって以来何も手入れをしていない。壁をツタが覆って屋根も半分以上隠れている。そして俺は昼夜逆転の引きこもり生活。近所付き合いもほとんどしていないので、子供たちの間では人が住んでいない廃屋だと思われている。で、奴もそんな高校生の一人だったらしい。廃屋探検に行って自慢話をしようと思ったとか。山の中の家。うちのじいちゃんは土地持ちで、畑や田んぼ、山を二つ持っています。私の親父が長男なので、私たち一家はじいちゃんの家に行くことが多くて、行くたびに一つ上の姉と低い方の山にはよく登って遊んでいました。毎年毎年同じ山に登って遊んでいたんですけど、好奇心からもう一つの山に登ってみたくなったんです。姉も同じことを思っていたらしく、即実行。その山はいつも登っていた山よりも大きくて、木々も鬱蒼としており、探検にはもってこい。でもじいちゃんからは危ないから行くなって言われていたんですが、思い立ったらやめられません。姉と山まで向かって探検を始めました。その山は木が大きくて薄暗く感じて、気味悪いながらも冒険心をくすぐり、奥へ奥へと足を運ばせます。迷わないように目印として姉が紐を木にくくりつけていました。山を四分の一ほど登った頃でした。姉が前方を指差し、家を発見、息切れた声で軽快に言いました。入ってみようよ。鍵かかってないといいね。私たちはそんなことを話しながら早足にその家に向かいました。その途中、私は木の上の方に縄のようなものがかかっていて、何本かとつながっているのを見つけましたが、一人になるのが怖くて姉の後ろを小走りでついていきました。その家の周りには木がなく、代わりに背の高い草が生えていました。草をかき分け家を目の前にすると、遠くから見た時と比べて異様な威圧感というか、重圧感というか、そんな感じの雰囲気がありました。ですが姉はずんずんと進んでいって、ドアとおぼしきところでガタガタとし始めました。ダメだ、鍵閉まってる。私はその時、内心良かった
と思ったのもつかの間。窓とかないかな？姉はそう言うと、家の裏の方に回り込んでいきます。姉を追いかけようとした時でした。背の高い草の隙間に、黒い、人の頭のようなものが、ゆっくりと移動しているのが目に入りました。私は、その頭のようなものを凝視していました。すると、その頭は、私たちとは反対側から、家の裏の方に移動していきます。私は、姉に危機が迫っていると感じて、姉を追いかけようとしたとき、いやー、やっぱ、鍵開いてなかったよ、と、姉が戻ってきました。私は何も言わず、姉の腕を掴んで走り出しました。その時、わけが分かっていない姉が、後ろを振り向いた途端、大きな悲鳴を上げました。姉の悲鳴に、私も思わず後ろを振り向いてしまいました。さっきの頭が、まだゆっくりと、家の周りを回るように、草の中を移動している。そこからは一目散。縄のかかった木をくぐり抜けて、目印の木を頼りに、ふもとまで走りました。有名な廃墟。霊感が強いという人はいる。そんな A さん、女性です。A さんと A さんの友人に、ある時、心霊スポットへの同行をお願いしたことがあった。何でも A さんに言わせると、彼女はある理由があって、霊感があるということだけではなく、ちゃんと除霊もできるのだそうである。以前から有名なスポットで、いわくつきの場所だったんで、無理を言って、バイトとしてお願いをした。当時集まったのは、俺と心霊スポットマニアの友人、A さん、A さんの友人の4人。一応、塩とかお守りで武装していた俺たちであったが、A さんたちから、ああ、そういうのは気休めにしかなりませんからね、という心強い言葉をもらって、恐怖心が一気に増す。が A さんたちは、やっぱり何にもいませんね。よかったよかった、と思いのほか楽なバイトに顔も緩んでいる。そんなこんなで、その廃墟を見て回って、残すところは屋上のみという状況になった。目の前には、細く暗い階段が屋上へと続く扉まで伸びている。そしてこの時になって、A さんたちの様子が突然変わった。じっと目を閉じて、気配を探る A さんと、手を組んで、うつむいて、一人ごとのような言葉を早口で唱い始める A さんの友人。そうでなくても、周りの空気が一変してしまっていることは、俺たちにもすぐに分かった。その時突然、屋上への扉が大きくゴーンと叩かれた。ビクッとなる俺たち。今の音って何？という俺たちに対して、A さんは、何かわからないですけど、かなり怒っていますね。危険かもしれない、と一言。そして今度は、まるで体当たりでもしたかのように、大きく扉にぶつかる音がする。そしてその音は、ドーン、
ドーン、ドーンと連続した音に変わっていく。もう限界ですね。逃げますか？という A さんの声も少し震えている。そしてその時気がついた。ずっと扉の方ばかりに気を取られていたのだが、背後、それもすぐ後ろから人の気配がしているのだ。見てはいないが、確かにそこに何かがいるという確信があった。その時、A さんが言った。いいですか？今から手を叩きますから、それと同時に、みんなで一斉に逃げますよ、と。そう言われて、俺は訴える。さっきから、すぐ後ろに誰かがいるんだけど、それでも振り返って逃げるの？そう言う俺に、A さんが続ける。後ろには誰もいませんから、安心してください。本当です。そう言われてしまうと、もう従うしかなかった。A さんが、大きく響く両手で拍手をし、その音と同時に、全員が一斉に振り向いて、今来た道を、外に向かって走り出した。その間、強い耳鳴りの音に混じって、A さんの友人の声が聞こえる。絶対に振り向かないでください。死にたくなかったら。とにかく何があっても止まらずに、外まで走り続けてください。そう言われて、恐怖がさらに増す。必死で走っていたのだが、記憶に残っている。なんとか全員が廃墟の外に出ることができた。出ることはできたのだが、A さん曰く、まだ追ってきていますから、急いでここを離れないと、と言われて、急いで車でその場を離れた。そしてかなり走った場所にある喫茶店で休憩をすることに。A さんたちは完全に疲労しきっていたのだが、一つだけ質問してみた。あの時後ろには誰もいないって断言していたけど、あれって本当？と。そう問いかける俺に対して、二人は交互に言った。ええ、確かに後ろには誰もいませんでしたよ。あれがいたのは、後ろじゃなくて、上でしたからね。廃墟の神人形。ちょうど三年前の話。やっぱ夏は肝試しだろという私の思いつきで、友人の H と M と事故で死人が出たばかりのトンネルまで遊びに行くことに。そこは車で15分くらいの地元でも有名な心霊スポットで、酒も入っていた私たちのテンションはマックス状態。ついて真っ先に目に入ったのは、花とお線香と、ジュースとお菓子。死んだのは20代くらいの男性だったらしいです。一応私たちも持っていた缶チューハイとつまみを備えて、呪わないでくださいね、なんて言いながら、道の脇に車を止め、トンネルに歩いて入っていったんですが、予想に反し、夜中にもかかわらず、交通量の凄まじいこと。
私たちが期待していたものは全く現れそうにありません。おいおい、こんなんで幽霊が出てくるのかよ。なんかつまんねえな、などと言いながら、また三人で車に引き返すと、その路中させている車の向こうに、背の高い草に挟まれた道があるのが見えました。これは行くしかない。私たち三人は、本当にバカでした。ただ単に怖いもの見たさと好奇心だけで、人がやっと通れるほどの細い道を進んでいったんです。で、結構歩いた先にあったものは、お約束とも思えるオンボロの廃墟。バカのテンションはマックス。これは絶対出るだろう。なんだここ、寺か？やべえ、絶対出るってこれ。誰も止めないんで、もうやりたい放題して、廃墟の探索を追っ始めました。ですが、廃墟とは言ったものの、私が住んでいる田舎ではよく見る物置小屋で、農具とかそういった、どこの家にでもあるようなものが、置かれているだけでした。でも窓は割れていたし、鍵もかかっていなかったので、廃墟と勝手に決めつけて探索をしていたんです。すると、ガシャンという音がした後、M がぶっ倒れました。私も H も冗談半分に、転んでんちゃうぞ、この間抜け。やら、お前、物壊したら、ちゃんと弁償しろよ。なんてからかっていると。足首つかまれた。M がそう言って、急いで起き上がって叫びました。H は、アホか、と、呆れ気味に言っていましたが、どうしても幽霊を見てみたい私は、マジか、捕まれたのか、どこで、などと一通り聞いた後、M が指さす方を携帯の画面で照らしました。で、そこにあったものもお約束。お札が貼られたつづら。そして間髪入れずに、札をひっぺがし、中身を床にぶちまける H。これにはさすがの M もドン引きしていました。ですが、床にぶちまけられたつづらの中身。オンボロの市松人形らしきもの以外は可愛らしいもので、おはじき、ビー玉、お手玉、筆。あとはなんか、人の形に切り抜かれた紙。まあ、携帯の明かりでしか見ていませんが、かなり年季が入ったものに見えました。すると M が、お手玉とか、もし封印されとったんが、俺たちのところに出てきても、あんまり怖くないよな。今日布団の中に出てくるのは、女の子かもな。座敷わらし的な。私と M、このバカ二人で、キャッキャウフフな話をしていると、H が冷静に一言。おかしい。私も M も、顔を見合わせ。は？何が？なんて言いましたが、H が言うには、他のお手玉だか人形だかはかなり古いのに、この人の髪をしている髪だけ真新しい。まるで作ったばかりみたいだ。そもそも座敷わらしをこんな厳重に封印をするか？あとこの紙切れに字が書いてあるけど、これ血で書いてないか？
以上のことを冷静に聞き入れて、私たち三人は悲鳴を上げながら走って車まで戻りました。そして車に乗って、電気の下で自分の腕を見てびっくり。なんと、その紙人形が貼り付いていました。急いで引き剥がしましたが、紙人形についていたであろう血が私の腕にまでついて反狂乱状態。ですが家に着く頃にはその血も擦りまくったせいで見えなくなってしまって、私も M もおとなしくその日は家に帰ることにしました。で問題は家に帰った後、愛犬に吠えられまくるし、風呂に入ったら窓の向こうに人影が見えるし、マジで取り憑かれたの?なんて期待半分、不安半分の状態で布団に入って、少しうとうとし始めたとき、出ました。赤い着物を着て、おかっぱ頭の前髪を可愛らしい紐で縛った、色が白い、お人形さんのような少女。ではなく、くすんだ着物を着て、髪の長い、真っ青な顔をしたガリガリの男。そいつが枕元で、私のことを見下ろしているんです。幸いなことに、金縛りにはかかっておらず、私は転がるように、部屋から脱出したのですが、その日は他の家族がいなかった。怖くて家にいることもできず、裸足のまま外に飛び出し、一番家が近い友人の家に転がり込み、南無阿弥陀仏を唱えながら一晩過ごしました。そして表が明るくなると、急いで外に飛び出し、知人が神主を務める神社に転がり込んだんです。神主さんは私を見るなりすごく険しい顔。本当、朝早くからすいません。なんか昨日男が立ってて。あの時の自分は何を言っているのか全くわからなかったと思います。正直何を言っていたのか自分でも思い出せませんから。そして私の話を黙って聞いてくれていた神主さんは、その腕のあざはどうしたの?と優しく聞いてくれました。あざ?そう、その右手のところの。一応確認しましたが、そんなものはどこにもありません。なんか右腕で、変なものを触らなかった?心当たりは一発で思い浮かびました。昨日のあの紙人形は右腕に張り付いていたんです。泣きそうになりながら昨日の肝試しのこととつづらのお札のこと、あと紙人形のことを説明すると、神主さんは一度深く考えた後、神社の奥に戻って、少し経ってからまた戻ってきました。神主さんたちがお祓いの時に使う棒の先に紙がついたものを持って、私の右腕をペシペシしたり、呪文を唱えたり、なんか酒みたいなものをかけたり、しこたまやった後、無理。絶望的な言葉をぼそっと言いました。何でも、神主さんでは手に負えないとか、どうやってもあざが消えないとか、私の守護霊様が消えてしまっているとか、守護霊が消えてしまっているからどうにもならないとか、そんなことをたくさん言っていたような気がします。ごめんね。
神社を出るとき、神主さんの方が半泣きになりながら、最後には私に、すべての種類のお守りを持たせてくれました。本当に申し訳ないことをしたと思いましたが、これから自分は、あとどれくらい生きられるのか、切実に不安になりました。大丈夫。お守りがあるから、三ヶ月は持つからね。その神主さんの言葉が、本当に苦しかった。神社を出た後、家に帰る気も起きなくて、H の家に行ったんです。もしかしてあいつも、取り憑かれて、私と同じような目に遭っているかもしれない。なんて、少し不安になったんで。でも、それは杞憂というやつでした。H は、元気そうに庭の草むしりをしていましたから。そこで自分の身に合ったことを報告したら、H は爆笑。芝居には M も呼んで、心霊写真が撮れるかどうか実験しようとか言い出す始末。その日は腹が立って帰ったんですけど、元は H がつづらの札を破いて中身をぶちまけたのが原因じゃないですか。私のところに化けて出てくるなんて、逆恨みもいいところだ。そんな怒りの方が大きくなっていって、誰もいない家に帰ったんです。当時は、今以上に本当にバカでしたからね。取り付いた奴と対バンを張って、ねじ伏せてやろう。そんな安直な考えで動いたんです。呪いなんかよりも、拳の方が強いだろうと、本気で思っていたんで。で、自宅で一人になって、ようやく気がついたんですけど、本当にポルターガイストってあるんですね。冷蔵庫が急に開くわ。中から牛乳が倒れてきて、床にこぼれるわ。テレビが3分に1回くらい電源が落ちるわで、もう散々でした。そしてようやく夜になって、いよいよ決戦かと、自分の中で腹をくくって、風呂に入り、水を飲みに台所に行ったら、犬が壁の方に向かってめちゃくちゃ吠えていたんです。私はそこに奴がいると思って、急いで食塩を投げたら犬が吠えるのをやめて、私はそれで退治をした気になったんです。塩って本当に効くんだな、なんて言いつつ、自分の部屋に行って布団に入ったら、部屋の本棚が倒れました。そしたらどんどん他のものも倒れ始めて、もう怖くて怖くて布団から出て立ち上がったら、左隣に昨日のやつがこちらを向いてピタリと立っていたんです。身長は当時162センチの私と同じくらいだったでしょうか。もう悲鳴も出ませんでした。急いでまた台所まで行って、愛犬の力を借りました。愛犬が吠えると、もうそこには誰もいませんでした。あいつの弱点は犬なんだ。バカなりに、いい点はついていたようです。その日、犬と一緒に寝ると、もう怪異には会いませんでした。そして次の日、H に車を出してもらって、M も一緒に例の心霊スポットまでまたまた行きました。また適当に駐車して、細道をたどって、着いた先は昨日の物置小屋。と思いきや、そこは壁で行き止まりになっていました。道を間違えたかと、いろいろな場所を探しましたが、
小さいとはいえ、小屋を置くスペースなんかどう見てもありません。何時間もさまよっていたんですけど、あの日はみんな酔っていた。そう結論付けて解散することになりました。私としては、酔っていたでは済まなかったんですけどね。それからも、怖い現象は幾度となく続きました。昼夜問わず、あいつの姿を物陰なんかでは必ず見てしまうし、何の前触れもなく近くの物が落ちる。視線を感じるなんていうのはしょっちゅうでしたが、だんだんそんなことにも慣れていってしまいました。悪霊らしく危害を加えるといったこともなかったので、しまいには容姿からホラーマンなどとあだ名をつけて呼ぶようになっていました。今ではとてもいい思い出です。廃墟の2階。サッカー少年だった自分は、練習の帰りにチャリで廃墟に寄ったんだ。田舎で家の方向がみんな違うから、一人で寄った。その廃墟、1階と2階に分かれていて、噂では2階で、二人自殺をしたらしいんだ。なんでかは分からないけど、すぐ廃墟になったみたい。まあ一階はまだいいんだけど、もちろんボロボロで、本当に気味は悪いんだけどね。でも二階、恐ろしいほど寒気がするっていうので、かなり有名だったんだよ。まあ、廃墟にとりあえず入ってみた。すごく汚い。ガラスが割れまくっているし、ベッドが何か腐っているのかな。綿がぐしゃぐしゃに飛び出ていた。二階に行ってみる。すごく後悔した。本当に、体の芯から寒気がした。しかも窓ガラスが割れたところから、日が差していたんだけど、床がなぜか血だらけ。しかもなんか、血がまだ乾いていないような感じだったんだよね。とにかく、これはやばいなと思って、走って一階に行こうとしたら、ガタガタガタ、ドスンドスンドスンって、二階の奥の部屋から音がするんだ。なんだ?と、とっさに思ったら、窓から入る日の光に照らされ、一人の男がこちらに向かっていた。なんか全身が血だらけ。身長が2メートルはあるんじゃないかってほど体がガチガチな感じ。とても人間とは思えなかった。髪の毛もボーボー。心臓が止まりそうになったけど、ダッシュで外まで逃げて、チャリで少し走って、廃墟を振り返って見ていたら、そいつの姿がなかったから、ああ、危なかった。マジよかった。見間違いだったのかなって安心した。安心して前を向こうとしたら、ふと二階が目に入った。二階の窓からそいつが、俺のことをじっと眺めていた。去年の夏、俺の友達が大学のサークルの仲間4人と、つまり計5人で肝試しに行ったんだ。場所は N 県にある5階建ての廃病院。地元では結構有名な心霊スポットだとか。そのメンバーは男3人と女2人という構成で、で、
その中の女の子の一人が、私、生まれつき霊感持ってると、何かと吹聴しているやつだったんだって。まあ、誰も信じてはいなかったらしいんだけど。N 県は、東京からはそれなりに遠いらしくて、そいつらは、午後10時頃に出発。N 県に到着したのは、午前0時。そこから目標地点までは20分くらい。病院までの道の途中、例の霊感少女が、嫌な感じがする。戻ろう。絶対やばい。だの言い始めて、病院が見える距離になったら、いや、怖い、怖い、怖い、とか、ものすごい大声で叫び出したそうだ。仕方がないんで、来る途中にあったコンビニにその子を置いてこようってことになって、車は来た道を U ターン。そのコンビニに着いたら、偶然タクシーが止まっていたらしくて、その子はそれに乗って帰ったらしい。俺の友達とかもちょっと怖くなっては来ていたんだけど、せっかくここまで来たんで、とりあえず廃病院には行ったそうだ。時間もロスしたんで、病院に着いたのは結局1時頃だったとのこと。車を病院の傍らに止めて、多少ビビりながらもメンバーは早速肝試しを開始。怖がりの俺としては信じられないことに、連中は病院を1階から5階までくまなく探索したんだと。中は想像していたほど散らかってはいなかったとか言ってた。でも1階と2階は落書きだらけだったらしい。何の怪奇現象もなく、全員無事に屋上まで到着。4人は安心して、なんだよ、つまんねえな。気ぃ利かせて出てこいよ。とか言い合ってて、屋上でしばらく休んでいたらしい。男の一人が何気なく、屋上の手すりの方に近づいていって、そこで異変に気がついた。下の方に人がいるぞ。マジ？レイコンでも見たのか？それでも、俺の友達とかは、そいつがからかっているんだと思って、まだ軽口を叩いていたそうだ。実際みんなで真下を見てみたら、本当に人がいたんだと。しかも三人くらい。でも、幽霊って感じではなくて、普通の服を着たおっさんとか、黄色いワンピースを着た太っているおばさんなんだとか。そいつらは病院に入ってくるでもなく、病院の傍らで、ぼーっと突っ立っているだけなんだと。おーい、と声をかけても反応なし。これは普通じゃないって言うんで、みんなビビって、速攻手すりから離れた。女の子が、なんかやばいよ、帰ろうよって言い出して、残るみんなもそれに賛同。でも、そのおっさんとかおばさんとかは、病院の入り口にいるんで、どうしようってことになった。とりあえず俺の友達が、もう一度手すりの方に行って、下を見てみた。おい、増えてるぞ。三人だったのが、なんか30人くらいに増えていたらしい。やっぱり見た目は幽霊っぽくなくて、じじいとか子供とかいろいろといたらしい。でも誤解なんで、あまりよくは見えなかったとのこと。そいつらはやっぱりぼーっとしてて、うじゃうじゃ突っ立っていたらしい。そこで俺の友達が気がついた。あいつら、見てる。こっちに気がついてるぞ。
そいつらは突っ立っているだけなんだけど、じっと手すりにいる俺の友達とかを見ていたらしい。誤解だったんで、そいつらの表情にすぐ気がつかなかったんだ。女の子は叫び出したりして、もう大混乱。でも降りるのは怖いんで、全員屋上で朝まで震えていたんだと。朝になったらそいつらはもういなくなっていたんで、速攻で東京に帰ったとか。後日談として、例の霊感少女によると、あそこには地獄の入り口があった、だとか。さらに、最初に病院が見える距離まで車が入ったとき、空の方から無数の霊が、病院の傍らの森に降りてくるのが見えた、らしくて、それで叫び出したんだとか。そんなこと、最初に教えてやれよって思うんだけどね。